願いいたします。どうぞ。はい、共同通信の井川です。新型コロナについて伺います。総理の WHO のテドロス事務局長が近く電話会談するかと思います。この事実関係と治療薬の研究開発加速といった会談の狙い、また会談が緊急事態宣言の発令の是非を判断する要素となりうるのか、見解をお聞かせください。今回の電話会談はテドロス事務局長側から要請があったものというふうに承知しています。有効に実施する方向で WHO 側との最終調整です。で、新型コロナウイルス感染症の拡大が進む中、 WHO のトップである同事務局長と意思疎通を行うことは有意義と考えますが、現時点で会談の内容について予断することは差し控えたいと思いますが、いずれにしよう緊急事態宣言やいわゆるロックダウンとは全く関係がありません。はい、関連して伺います。共同通信の井川です。感染の拡大防止に向けて政府は米国、中国、韓国からの入国制限を今後さらに強化していく考えはあるのか、また英国なども追加してですね、欧州のほぼ全域に入国を事実上拒否する形になるのか、最新のこの水際対策の検討状況、見通しをお聞かせください。新型コロナウイルス感染症が諸外国で拡大する中で、この前と同様に政府としては国内対策はもとより水際対策についても躊躇することなく機動的に措置を講じていく考えです。新たな水際措置の対象国については現時点で予断をすることはできませんが、世界的なさらなる感染拡大を防ぎ、また我が国における感染者の流入を防ぐという観点から、今後も必要に応じて適切な水際対策、ここをしっかり講じていく方針であります。はい、金です。朝日新聞です。緊急事態宣言を出す際の要件についてお伺いします。特措法では国民の生命健康に重大な被害を与えることと、あと国民生活経済に甚大な影響を及ぼすこととの規定があります。国民の生命健康に与える重大な被害と、あと国民生活経済に及ぼす甚大な影響について、それぞれ具体的にはどのいった解釈を考えているでしょうか。緊急事態宣言は全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼし、またその恐れがある事態が発生したと認めるとき、政府対策本部長である総理が行うことになっています。緊急事態宣言については国民生活に重大な影響を与えることに鑑み、各方面からの専門的な知見に基づき慎重に判断することが必要と考えます。どうぞ。朝日新聞です。関連ですけれども、緊急事態宣言が出されれば、それが海外における都市封鎖、ロックダウンのようになるのではないかとの懸念が広がっています。緊急事態宣言によって生じることと、このロックダウンとはどういった違いがあるんでしょうか。特に特措に基づく緊急事態宣言が行われた場合には、都道府県知事は感染の蔓延の防止に関する措置として同法に基づき、外出自粛の要請や学校、社会福祉施設、工業場の使用制限などに関する要請や指示を行うことが可能となるというふうに承知しています。で、またなお、緊急事態宣言については国民生活に重大な影響を与えることに鑑み、各方面から専門的な知見に基づき慎重に判断することが必要だというふうに思っています。はい。関連してフジテレビの亀岡です。インターネット上では政府が緊急事態宣言の検討を本格化させていて、4月1日に発表、翌4月2日から首都封鎖、ロックダウンが行われるなどとする真偽不明の情報が相当数拡散されていて憶測を呼んでいます。政府としてこのことを確認されているか、そして内容は事実なのか、事実でないのであれば、このような情報が拡散されていることに対する政府としての受け止めや国民への呼びかけ等がございましたらお願いいたします。まずそうした事実はありません。明確に指定しておきます。現在国民の皆さんには大変なご不便をおかけしてますが、それは緊急事態宣言のような厳しい措置を回避するためのものであります。現状ではまだ緊急事態宣言が必要な状態ではない、このように考えております。緊急事態宣言については国民生活に重大な影響を与えることから、他方面からの専門的な知見に基づいて慎重に判断する必要があると考えており、さらに国会にもお知らせしながら進めることとなっておりますが、そうした手続きに入った事実もありません。
なお先ほど申し上げましたが、安倍総理と WHO 事務局長との電話会談についてはコロナ対策一般に関するものであり、緊急事態宣言やロックダウンとは全く関係ありません。はい、今の質問に関連してなんですけども、この全国的な蔓延というところで、今都市部を中心に急速に感染が拡大している状況だと思うんですけども、一方でほとんど感染者がいないような都道府県も多いと思います。このあたりはある程度その地域的に広がりがないと、やはり緊急事態に当たらないというふうに考えます。ここについては先生方専門員の皆さんの見解を聞きながら判断をしていきたい。ただ今申し上げましたように、国民生活にこれは極めて重大な影響を与えることから、こうした専門家の知見に基づいて慎重に判断する必要がありますし、さらに国会にもお知らせしながらこれを進める、このことも象徴しています。ですからいろんな噂が流れてますけれども、そうした手続きに入った事実もありませんし、そうしたネット上のものはこれは事実と違うと明確に申し上げております。はい、東京新聞の専門です。関連して補償について伺います。安倍総理は28日の記者会見で、政府の要請を受けてイベント等を自粛した事業者への補償について、いわば損失を補填する形で税金で補償することはなかなか難しいと述べました。政府の要請に応じて損失を被ったのにそれを補償できないというのはどのような理由からでしょうか。まずイベントについては規模の大小や形態が様々でありですね、一律に損失を補填することについてはこれは様々な議論があると考えており、そうした趣旨で総理ご発言されたと思います。その上で新型コロナウイルスにより売上が減少し困難な状況となった事業者については、従来から用意しております政府系金融機関などによる無利子無担保で5年間元本据え置きの融資などに加え、事業の継続のために新たに給付金の仕組み、ここを検討をしているところであります。はい、お願いします。東京新聞の専門です。今おっしゃった新たな給付金の仕組みというのは、これは総理もおっしゃった生活を維持していくための現金給付を指すものなんでしょうか、また別のものなんでしょうか。まさに生活維持のための給付金というのは、これはご家庭、そしてまた小規模事業者についてには事業継続のための給付金、このように考えております。はい、確認ですけれども、その事業者に対して給付をするということで、そうしたことを検討しているということです。それは前向きに検討していると思います。はい、テレビ朝日の前田です。よろしくお願いします。午前中も出てました閣僚の感染症対策なんですけれども、閣僚個人については、個人的にいろいろ感染予防してもらうということですけれども、この全閣僚が揃う閣議やこの対策本部の場などは、こう万が一1人でもこう陽性が出た場合には全閣僚に影響が及ぶ可能性もあると思います。そうしたこういった閣議や対策本部のこの全閣僚が揃う場についてはこうウェブでの参加であるとか、何かしらこうリスクを軽減するお考えなどはありますでしょうか。感染拡大防止のための取り組みについては国民の皆さんにこれお願いしますので、そうした内容を踏まえて各閣僚においてはそれぞれ適切に自らの責任を持って対応しているところであります。それぞれの会にこの手洗い用のものを設置したりですね、そこは最新の注意をしながら行っております。はい、毎日村秋山です。先日の総理の会見で言及のありました小中学校の児童生徒教職員のためのマスクの配布なんですけども、これ高校であるとか、あるいは幼稚園保育園などにはどういった対応を考えていらっしゃるんでしょうか。マスクについてでありますけれども、特に感染拡大防止の観点から必要な場所へマスクの供給をまず確保していくということが必要だと思っています。介護施設と同様に幼稚園保育所についてもその職員のため布製のマスクを順次配布しているというふうに報告を受けています。また4月中に小中学校の児童生徒および教職員に対し1100万枚、この布マスクを配布する予定であります。高校生についても布マスクの供給量が確保でき次第必要な支援を検討していくというふうに承知しております。なお保育園児童については自治体また施設において子ども用のマスク等を購入した場合はこれは補助する、こういうことになっております。
アニシムだけです。あとそのマスク全体の供給量についてなんですけども、まあ、2月以降その4億枚、6億枚、7億枚といろいろ数字が出てるんですけども、これ医療用と一般用というのはそれぞれ何枚程度供給されてて、あるいは使い捨てと再利用可能なマスクというのはそれぞれ何枚程度見込まれてるか。まず4月の月7億枚の供給量については6億枚に加えてさらなる生産の増強と輸入の拡大を企業にお願いすることによって実現を見込んでいます。また来月中、これ4月ですけれども、1億枚を超える布製のマスクの生産が見込まれているというふうに聞いており、それ以上の詳細な内訳について今後企業における生産および輸入の動向によるため現時点でお答えすることはここは控えたいと思います。まあ、政府としては医療機関に対してこれまで1500万枚に加えて4月中に追加で1500万枚の医療用マスク、介護施設等に対して来週半ばで2000万枚の布製のマスク、小中学校に対して4月中を目途に1100万枚の布製マスクを順次配布するなど、感染拡大防止の観点から必要な皆さんに広く配布してまいりたいと思っています。はい、朝島部です。先ほどのロックダウンをめぐる噂が広がっていることについて関連で伺いたいんですけども、改めてなんですが、日本の法制度上海外におけるロックダウンのようなこういった都市封鎖とか法制度上可能なんでしょうか。諸外国における制度の詳細までは承知しておりませんが、我が国についてはこれ先ほど申し上げましたように特措に基づく緊急事態宣言を行われた場合には都道府県知事は感染の蔓延の防止に関する措置として同法に基づき外出自粛の要請や学校、社会福祉施設、工業場の使用制限などに関する要請や指示、これを行うことが可能となるというふうに承知しています。はい、北海道新聞の石井です。学校の再開についてお伺いします。土曜日 の総理の会見で、学校が新学期から再開する方針を、見直す可能性を示唆されました。その判断をですね、いつぐらいにされるんでしょうか。総理が会見でも述べておられましたように、再開にあたってはもう一度今週専門家会合で専門的な見地からご意見を伺うことになっています。北海道新聞の石です。保護者の不安も高まっていると思うんですが、今週の、後半なのか前半なのか、そのぐらいの目処はあるんでしょうか。それは今週中に専門家会にもう一度開いていただいて、専門的見地から、ご意見を伺う、こういうことにしております。はい、小西奈緒です。よろしくお願いします。西村大臣がですね、人工呼吸器を3000台確保しているが万が一の事態に備えて増産ができないかと調整していると述べております。目標数はできるだけ多くということなんですが、例えばトヨタは米国で人工呼吸器製造に協力すると伝えられております。国内調達はもとよりですね、人工呼吸器が足りない海外への提供、海外へ提供する視点も必要だと思いますが、これに関してご紹介お願いします。まず人工呼吸器についてはこれまでに8000台を超える台数を確保しております。政府としては今後の感染拡大に備えてメーカーに国内での増産や輸入拡大を働きかけることにより国内供給体制を確保する、こういうことがまず優先をするべきだと思っています。この後に言ってありますね、次の質問最後でお願いします。小西奈緒です。よろしくお願いします。新型コロナウイルスの感染者が急増している東京都でですね、夜間を中心に営業する飲食店などで感染が広がっている可能性が高いとの見方が強まっております。これまで専門家会議の先生たちのさまざまな提言は浸透してきていると思うんですが、いわゆるこの夜の街クラスター防止に向けた新たなメッセージを強く打ち出す必要性についていかがでしょうか。自治体における感染拡大防止対策の検討などに資するよう、厚生労働省の専門家において疫学的な分析などの支援を行ってきておりますが、そうした分析も踏まえて東京都においては夜間の外出の自粛を現在都民の皆さんにお願いしているものというふうに承知しています。他の都道府県でもそうしたところがある、こういうふうに思っています。はい、ありがとうございました。